将軍山古墳群、将軍山古墳群の一将軍山古墳群は大阪府茨城市愛にある古墳群。史跡指定はされていない。二号墳一区立穴式石室一号墳石室、開口部大阪府北部、北雪山地から南に派生する丘陵上に映像された古墳群である。前方後円墳一基、円墳五基の計六基から構成される。 二から七号分は発掘調査の上で、宅地開発により消滅し、現在では一号分のみが依存する。古墳群のうち二号分は、丘陵の南端部に位置した大型前方公園墳である。墳球主軸を南北方向として前方部を南方に向け、墳球長は107メートルを測った。墳球は三段蓄成。墳丘表面では、吹石のほか、円筒波には、 壺形派には動物系土製品が検出されている。主体部の埋葬施設は縦穴式石室で石室主軸を紛糾主軸と直行する東西方向とした。石室は四国地方の吉野川流域の結晶変岩によって構築され、石室内部からは副葬品が多数検出されている。築造時期は古墳時代前期の四世紀中央頃と推定される。 現在では、噴球は失われているが、石室が一号噴の西側に移区保存されている。様相には、四国地方東部との関連性が指摘されるとともに、移区に際して、縦穴式石室の詳細な調査が行われた例として重要視される。また、佐保川対岸に位置する、ほぼ同時期、同規模の資金山古噴との対応関係が注目されるほか、 熱タ神社所蔵の三角円から草分体、二神二重教を本古墳出土品とする説がある。二号墳以外の五期はいずれも古墳時代後期の六世紀代の築造と推定される。そのうち唯一現存する一号墳は丘陵の山頂部に位置する古墳である。主体部の埋葬施設として右肩袖式の横穴式石室が南方に開口する。石室の石材は 花口岩で、原質は、長さ5.7メートル、幅2.3メートルを測る。早くから開口して、洞窟に合っているため副葬品はつまびらかでないが、明治期のウィリアム・ゴーランドによる調査で異物が出土している。説明書図へに記述が見えるほか、古くから藤原鎌足の墓に否定する説があり、現在も大植館神社として祀られているが、 古墳の年代間とは大きく異なるため現在では否定的である。また1号墳以外の4期については副葬品の内容から4号墳5号墳3号墳7号墳の順に築造されたと推定される。なお、6号墳は3号墳墳球場における箱式石棺に対して与えられた故障であったが周辺埋葬であり独立古墳ではないとして現在は 結番として扱われている。将軍塚古墳に関するカテゴリー、将軍さん古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。